どうもこんにちは、友明課長です。今日はね、ちょっとした動画なんですけど、10月の頭にですね、ちょっとイベントがあるっていうんで、初めまして、初めてこの動画をご覧になられた方、友明課長と申します。商品紹介とか、あとはゲームも最近始めたりとかしてます。最近だとマリオメーカーとかですかね、全自動マリオとかも結構作ってるんで、下にリンク貼っとくんでよかったら見てみてくださいね。それでは、今日のトピックとしては、瀬戸康史、有名 YouTuber の瀬戸康史が、なんか福井で、福井テレビ祭りっていうのをなんか出るらしいの。だから僕も今福井にいるんで、ちょうど福井に、ちょうど福井に出張来てるんで、ちょうど福井テレビ祭り行けるかなって思ってます。なので、瀬戸康史にちょっと会いにというか、動画撮れるかどうかわかんないんだけどね。行って、一応動画とかカメラ持ってくんだけど、一応動画持っていこうかなと思ってます。あとは、その時カズも来るらしいね。同じ福井なんだね。同じ福井らしいんで、カズと瀬戸康史が一緒に、イベントやるらしいんで、そこにちょっと参加してみたいかなって思ってます。そんな感じですかね。なので、日曜日楽しみにしてます。おさらさん TV でした。皆さん、お久しぶりです。鈴木拓郎でございます。皆さんお久しぶりです。私、老けましたかね。ちょっと老けてる、老けたな。久々の登場ですからね。ちょっと老けちゃったな。老けちゃった感じ。髪型がちょっと老けてる感じしますね。しますね。今日は瀬戸康史さんが、10月4日のね、福井テレビ祭りに出演するというね、告知の動画だったんですけれども、先ほどの何とか課長さんという方がね、ご説明してくださったんで、私としては特に言うこともないということでございます。瀬戸康史さんもね、福井に帰ってリフレッシュしてくるみたいなんでね、いいんじゃないでしょうか。はい。私の近況としましてはですね、最近の YouTube のね、動画、そういうトレンドとかっていうものありますので、ね、私もゲーム実況を始めまして、マインクラフトですか、マインクラフトっていうゲームをね、最近始めたところでございます。やるからにはね、今、マインクラフトの実況をたくさんしてる人がいるんで、他の人たちを差別化を図らなければならないということでね、私考えまして、私のマインクラフトの実況の動画に関しましては、全て画面が歪んでおります。そこは他の人たちの差別化かなというところですかね。はい。ということで、鈴木拓郎をお久々でございました。私、ちょっと仕事とね、YouTube も未だにちょっと両立しておりますので、ちょっとなかなか忙しくてね、自分の動画を出すこともなかなかできないと思うのもつんで、今後ともね、よろしくお願いいたします、ということで、締めさせていただきたいなと思います。それでは、どうもこんにちは。お久しぶりです。よしあき TV でございます。いつも、みつあきがお世話になっております。私は、マイペースで自分の動画やっております。順調に生活しております。特に私から言うことは何もありません。瀬戸康史さんが、福井テレビ祭りに出るということで、私、瀬戸康史さんから、瀬戸康史さんのお母さんから、動画をいくつか、写真をいくつか、
扱っております。何やら福井の方では、瀬戸康史さんとカズさんが出演される、福井テレビ祭りの、CM が流れてるようで、そのテレビ CM の画像とあとは新聞に載った画像が、瀬戸康史さんのお母様から送られてきております。最後はそれをご覧いただいて終わることにしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。よしあき TV でした。はい、ということでこちらが、福井新聞の広告欄でございます。すごいですね。乗りました。 YouTuber ショーカズさんと2人で、10月の4日14時15分から福井テレビで特イベントみたいなことやります。これはテレビの CM すごいですね。カズさんのプロフィールがかっこよすぎてもはやどんな2人組なのかわからないっていう、状況ですが、30分ぐらいのトークイベントです。福井にの近辺に住んでる方とかでね、もし興味ある方がいらっしゃったらまあ来てみてねぐらいな感じです。それではじゃあの。